はい、皆さんこんにちは。今日も、引き続きグラードン海洋画の二点光チームを使っていきます。原子グラードンの特性、終わりの大地と原子海洋の特性、始まりの海で、晴れと雨の2つの天候を操るパーティーですね。この VGC2016 のメタゲームで一番強いポケモンはって聞かれると、グラードン、原子グラードン、原子海洋画、メガレックーザの3体を挙げることが、その3体プラスゼルネアスの4体ですね。4体を挙げる方が多いと思うんですが、ゼルネアスは、パワフルハードを持たせてジオコントロールを積んで殴ってくる方が基本で、ゼルネアスを使うんだったら、ガルーダやドーブルのサポートを、ファイアラもサポートが欲しくなりますが、グラードン・カイアゴは自分自身が強力なパワーと耐久を持つので、信用して使ってる感じですね。パーティーの詳細見ていきましょう。グラードンは性格意地っ張りで HAD 振り、特防に大きく努力値を割いているのは相手のグラードン第一の力を耐えたりとかしたいからですね。攻撃に回す努力値を多少減らしても原子グラードンのパワーは大きく変わらないというか、相手を落とせる確定数が大きく変わる部分がないと判断したので、このような努力値振りになっています。物理型のグラドンで弾丸する時、炎のパンチ、岩などで守る、命中率の不安はありますが、非常に強い技構成だと思ってます。海洋画は控えめ HC ベース、スバーサに20だけ努力値振ってる控えめ個体なので、スバーサ実質は113になってます。技構成はよくある形ですね。熱湯を採用する方もいると思うんですが、僕は熱湯っていう技が個人的に好きではないので、潮吹きと根源の波動の2つの水技を再現しました。水タイプの技は絶対海洋画に2つ持たせたいと思っていて、しかし潮吹きだとヒットポイントが残りわずかな時に火力が下がっちゃうんで、根源の波動を入れてる感じですね。レートビームは相手のレッグザとか晴れ状態でもグラードを殴れる技として重宝する技です。クレセリアが、お盆の持たせた控えめ HC ベースの振り方ですね。クエセリアは、ずぶとい、穏やか、のんき、生意気あたりの耐久にかなり努力値を割いた方が多いと思うんですが、クエセリア自身にも火力を持たせた方というのは、あんまり置物化するポケモンが好きではなかったので、こんな形にしてます。ただし、凍える風っていうのは威力が低い技なので、凍える風の技枠をレートビームに変えた方がいいかもしれません。最高記念室はタイプ1技なので、このクエセリアの一番最高打点が出せる攻撃技になります。凍える風と電磁波は、スバー操作の技として意味を持たせています。守るは、まず採用されない技ですね、このルールでは。全国ダブルでは、ビエラさんとかが世界大会で使ってたよね、確かクレセリアで。そんな感じのクレセリアです。去年のルールだったら目覚めればパー10円を持たせてヒードラ殴れるようにとかそういうのだったんですけど、このルールでは目立ちは使えないので、ヒードンパワーグランドは使われません。ガルラは、イジッパリ HA フリー。陽気エースフリーが一般的ではあるんですけど、パーティー全体を中速に固めてる、というか中速に固めるのが僕が好きなので、個人的に。こんな構成になってます。技構成はよくある感じですね。特にサポートもないので、格闘技はグローパンチじゃなくて、ケタグリにしています。ナットで、宿り切りの種を入れずに電磁波を入れてるところが、一番珍しいところだと思います。クレセリアを出せなかった、もしくはクレセリアがうまく機能しなかった場合に、スバーサ操作要因第2として電磁波を入れてます。ヤドリギの種と違って、電磁波は、戦闘中ずっと残る状態以上だから、交代されても残ることが強い点だと思ってます。レイジュランドロス。普通は陽気エースのこだわりハチマキか、陽気なり、意地っぱりのこだわりスカーフが、このルールでは一番使われると思うんですが、僕は突撃直撃を持たせて、努力値が HA 振りになってます。天使伝説ポケモンの火力が凄まじいので、耐久にというよりヒットポイントに努力値を振っていろいろ耐えるようにしたかった欲張り方ですね。ただその代わりにスバーサを落としているので、レンジャーなり凍える風でサポートをしていきたいところです。これで対戦やっていきます。バトル対戦相手を探していきます。6体紹介したように、グラードン、海洋画、クレセリア、ガルーダ、ナットレイ、レイジュランドスというパーティーです。
割と6体まんべんなく出してる、いやでもガルータがちょっと戦士少ないけど、まあ割とまんべんなく出してると思うんで、バランスは悪くないパーティーだと思ってます。海王がレジュランドロス、クレセリア、モノバレル、クチューとイベルタルですね。になったらいかに通すかが大事になるかな。レージューランドロス、ナットウェイ、海洋がグラノコでできます。特性の発動順しっかり見えていきます。相手のランドロスの威嚇で、ちょっと待ってね、相手のランドロスの威嚇、相手のイベルトのダークオーラでこっちのランドロスの威嚇ですね。それで相手のランドロスはスカーフ確定ですね。どうしましょうか。逃げれたら先落とすも考えなきゃいけないけど、相手のランドス居座る理由がないからトンボ返りしてくる気がするんだけど、こっちもトンボ返り合わせるか。トンボ返り相手ランドスに合わせて、ナトレは電磁波を相手に入れるために、まあトンボ返り先も違った、イカサ持ってきました。海洋がいるんだよね。グラドン出したいところではあるけど、あの物理型だからいいか。グラドン出します。電池はイベルタで消えます。炎のパンチをクチート方向でナットレをランドロス用にします。クチート守る、イカサ持ってきました。ギホイワナで打ちます。いや、絶対ランドス出てくるな。ナトレチェンジして、トンボ返りを相手イベルタル方向に。ですよね。海王にチェンジします。電磁波をランドロス国に打ちつつ、コンジェンなど U ターンで出てくるのはモノバレル、オリジンパルスがダメージ入ります。イベルタルは動いてない。ナットではジャイラボールを入れたら方向で、海洋はエイトビームを回られる方向。モノバレルが守ったので、常に守ることができません。クチートが出てくる。ダンドロス出しつつ、コンジェンの波動を打ちます。が守る。モノバレに 50% ぐらいクリティカルだったので、ナトレチェンジして、カイドウ側守る。
ジャイロボールを何度も走行に、海洋側はコンテナ波動。まあ、何度もこだわってるスカーフだよね、多分。言われたら早かったけど、確定スカーフだから何度も走行にジャイロが安定するんじゃないか。いや、あるいはちょっと待って、ジャイロをもらわれる方向でコンテナ波動にしよう。まあ、モロバレドクチートに変更して、ランドロス方向からトンボ返りってのもあり得るか。二連回るじゃないか、これしか。違うて。ジャイロをモロバレド方向で、ランドロスチェンジ。耐えてる。クソきつい。ジャイロをモノバレでランドロスは。違う。デンジ波をもらわれて、こっちはグラドンチェンジ。サンダーウェイに進められる。ナットルを守ってランドロスチェンジ。いいかな。モロバレルうまく機能されてる。モロバレルが動きない。巻き込み自身ですね。レンジはこういうとこ強いです。こだわってると思うんだよな、多分な。両方チェンジします。海洋がトグラドにチェンジ、両方寝てるし、こだわり自身だから、こっちはでも両方死んでもらいましょう。巻き込み自身だよね。で、こっちじゃないか。グラから死んでもらって、こっちがランドロスを出せるから、相手が降参して試合終了です。昇段のレートが1696になりました。次の対戦行ってみましょう。モロバレに仕事されすぎましたね。ナットルはクソタイプだから、粉系の怒りの粉とかキノコの星食らわないのは強いんですけど、そういう意味でクソタイプの採用意義はある。ケブトさん、グラ界だな。グラドン、ボマンダ、クロバット、クレセリア海洋がどうたくんですね。ランドロス、ナットレイ、海洋がグラドンと出します。あとはボーマンダ、海洋が相手の海洋が遅い。トンボ返りを海洋が方向かな、チャンピオン。海洋が守る可能性ある、このターン。なったり威嚇入れてるから動かすよね、多分な。威嚇を相手海洋がね、なったらデンジャー相手ボーマンだね。ルセリアが来た、予想外。ハイパーボイス、トンボ返り、まあゴツゴツになってるようなんだよね。
グラードがいいかどうかわかんないんだよな。会話出します。レンジャーガイトのあとレンあーじゃないボーマンダに決まる。グラードが出てくる可能性があるんだよな。冷凍ビームをボーマンダにしつつレンジャーを遅れすぎる。クレセリトリックレもしてくる可能性も結構あるんですけど、グラード冷凍ビームを当てる。覚える風ちょっと予想外の技が飛んできました。レンジャーがクレセリに決まる。じゃあなんか捨てるしかないな。アンドロスチェンジして、守る。ちょっと待って、あれ。ちょっと待って。海洋がアンドロスにチェンジして、ナトリが、さっきから守ってないよな、守る。いいね。噴火してきた、マジか。トンボ返りをクレセリン。ナットではパワーウィップをグラの方向に。物理型じゃないのか。U ターンを打って、大物で回復。回を出してきます、ことに。パワーウィップは今一つ。で、クレセリンはトリックルーム決めてくる。家を守るかな。照らしていってくるのか。あー動かしたのか。くそ。レーニアボーマンの方向でランドチェンジ。照らして攻めた。おいクリティカルやまるや。マジかよ。威嚇入れてプリシクラもらなくてきついな。グラードもします。岩流れで行ってランドロスはナトリチェンジ。ハイパーボイスボンマナ倒してないか。取り出したので両マンブル一緒に入れます。あさっきのターンボンマナ玉ヒットターン動かしてればって感じだな。まあ両マンブルは読まれるからなんか違うパターン出してくるかもね。海王が痛くて海王が出てくるか。安易にデマ折りしない方がいいかな。結果的に良かったか。あー、ボーマンダまたまひってるよ。覚える風。岩流れ。あー、一歩クレセリ方向。おーい、ボーマンダに外すの向き。覚える風当てられちゃったよ。ボーマンダに外したのめちゃくちゃ痛いな。でグラカイいるならもう悪いかもしれない。
全然あなったらよく機能してくれたけど、グラード守ってレンジャーを変えようがに、コンデナバ当たる当たる、うん、レンジャー変えようがに決まる。ランドスチェンジで青一歩変えようが方向に、海洋がまひってた。ランドス岩なだれなったではグラードのチェンジ、めちゃくちゃまひが効いてるぞ。まあ、ずるとは言えますけど、相手がなったで崩せなくなってきてる。今グラードンチェンジしてもグラードンが多分遅いと思うから、スバスがほんで勝ちだと思うんだけど、岩の腕外しがなければ勝ちだと思います。相手が動かなくなったんで今一応タイマーをしましたけど、今かなり長考してるんかもしれないですね。あと問題なのは、海洋がこのヒットポイントで耐え、岩の上で耐えるのかどうか。グラードンがまだヒットポイント結構残ってたよな。弾丸当てれば勝ちなんだけど。海洋が守る。おー外した、よかった。岩の誰、岩の誰、確かに両方当たるよ、これで。炎のパンチを変えようが、何も考えたけど。外した。当てる。シングルダメージ。倒した。で、グラブですよね。相手のグラがスピードどんくらいか分かんない。すいません、声が。相手のグラのスピード分かんないけど。相手が降参して試合終了です。冗談のレートが1715になりました。というわけで、なんか個人的に結論、グラ界の無天候構築じゃないかなと思ってるんですけど、雨状態になったりは非常に強いので、グラ界となったりを絡めつつ、トンボ狩りを持ったランドロスで詰めていくみたいな動きが非常に強い気がしていて、ガルーラっていうメガ進化国を出さない戦術なんですけど、ナットル、レイジーランドロス、カイオガ、グラドの場合、ナットルの電磁波があんまり相手に読まれない都合でかなり機能してる気がします。そんな感じで今日の2試合でした。また次回も見てくれると嬉しいです。サンキューウォッチングマイビデオ、 See you next time、 バイバイ。また見てくれると嬉しいです。またね。